I'll be at phantomriverstone.com. You can come by later. まあ、今日から始まったセガフェス2018、まあ、セガグループ初の試みとして2016年11月に、開催させていただきました。その時にですね、深夜48時間ですね、生番組っていうのを当時やらせていただいたんですね。あんまりその時は働き方改革とかブラック企業というのは流行ってなかったんで、48時間ぶっ続けで社員も働いてたんですけども、まあ、今そういう時代じゃないので、今回はその48時間企画やってませんが、まあ、その時深夜の緊急企画でセガ総選挙というのをやらせていただきました。覚えていらっしゃるでしょうか。全世界のセガファンからですね、投票していろんな部門の選挙を企画いたしました。覚えている方も覚えていらっしゃらない方もですね、まあ、その人のたちのためにこのビデオを用意しましたので、少々ご覧ください。皆様方のこの熱い声を受けてですね、まあ、すでに新作の話も流れておりますけども、まあ、まだまだですね、やはりもう一度この世界初のオープンワールドゲームシェムー1そして2、こちらをですね、現代のプラットフォームで蘇らせたいというふうに思っております。もうドリームキャストを代表するタイトルでありますシェムー、我々はファンの皆さんが喜んでいただけないかなという施策をいろいろ考えていたんですけども、まあ、総選挙でも第4位と高い支持を得ましたし、欧米からもですね、そしてアジアからももう一度このシェンムー遊びたいという声を常にいただいておりました。そしてこのシェンムー1&2のですね、プロジェクト深く関わってまいりました。このプロジェクトをリードしているセガヨーロッパのパブリッシング部門で EVP を務めますジョン・クラークをですね、皆さんの前にお連れしたいと思います。どうぞジョン、よろしくお願いします。ようこそジョン、今日の気分はどうですか？ Welcome Jim, how are you feeling today?I'm really excited to be part of this announcement in front of so many Japanese Sega fans. Shenmue represents Sega's spirit of challenge. It's our number one most requested re-release in the West. We've carefully ported the classic look and feel of the original in response to the long-time fan expectations. 大勢の日本のセガファンの前でこの発表に立ち会えてとても光栄だと思っています。シェムは欧米でセガのチャレンジングスピリットを象徴するタイトルと評価されて、再発売を希望するタイトルの圧倒的な1位となっております。今回は昔ながらのファンの皆様の声にお応えして、オリジナル版のクラシックな世界観を丁寧に移植しています。ところで今日のコスチュームは、まあ、ちょっとお腹周りとかちょっと似てないかもしれないですけど、葉月亮のものですね。 So I see you dress as a 葉月亮 today. あ、そこのお腹のところは訳さないI had decided that when Shenmue is brought back,
I would wear this in celebration. この発表をセガフェスですると決まった日から必ずこれを着て応援しようと思っていました。まあこれは別に訳さなくていいんですけどもね、この通訳の方もですね、シェンファーの衣装ですね。そうです。今日の朝ジョンに必ずこれを着てと言われて着てみました。なるほど。セットでね。Is this costume the, from the game?I also decided that when Shenmue is brought back, I would have to be with Shenhua. セガフェスのステージに立つときは必ずシェンファと一緒に立とうと思っていたそうです。まあね、セットの方がね、見栄えはいいですよね。まあちょっとアジア人には見えないんですけどね。You don't look like an Asian character. Of course. まあこんなところでですね、Shenmue 1&2、横須賀と香港が舞台ですけども、ヨーロッパではどのように受け入れられていらっしゃるんですか。By the way, Shenmue's story is staged in Yokosuka and Hong Kong. How's that received in Europe? In Europe, Shenmue was released in 2000 and was an unprecedented title at the time. It was a time when Grand Theft Auto 3 or The Elder Scrolls did not exist. Yokosuka was an unknown world to us in Europe, but that only lends to its exotic charm.ヨーロッパでシェムがリリースされたのは2000年ですが、画期的なゲームでした。グランドセフトオート3もエルダースクロールもなかった時代です。横須賀は私たちに見られぬ世界でしたが、それがエキゾチックな魅力でもあります。ところでまだこのジョンについてご紹介していないので、改めて自己紹介お願いします。 By the way, we only introduced your title and name. Could you give us yourself introduction, pleaseI'm in charge of marketing, publishing and sales strategies for Europe. In recent years, I've also been in charge of the worldwide release of European developed titles, such as Total War. ヨーロッパでのゲームのマーケティング、編成、発売戦略などの責任者です。近年では Total War をはじめとするヨーロッパ開発のゲームの全世界展開も担当しております。Shenmue 1&2 はもちろん、ヨーロッパやアメリカでも発売することになりますけども、どう思いますか？ Shenmue 1 and 2 will definitely will also in, release in Europe and the US. How what's the thought of that? Not only am I excited for the re-release of Shenmue, but I can say that there are tons of fans worldwide that have been waiting for the re-release of Shenmue as one of Sega's most legendary titles. I think right now,I can hear the applause from around the world. この発表に興奮しているのは私自身だけではなく、Shenmue 1 and 2はセガのレジェンドとして復活を待ち望んでいるファンが数多くいます。今この瞬間、全世界で拍手が鳴り止まないと思います。では最後に日本の皆さんにメッセージをお願いいたします。 To conclude, please give a message to the Japanese fans. I'm proud to be part of this projectAnd happy that I was able to talk about Shenmue in front of Sega's fans in Japan. Shenmue is great. このプロジェクトに関われたことを誇りに思いますし、日本のセガファンの前でこうしてShenmueについて話ができたことを嬉しく思います。Shenmue最高です。Shenmue最高です。Shenmue最高です。ね、2回も言っちゃいましたね。ジョン、ありがとうございました。 Thank you very much. まあ実はこれでジョンが日本語ペラペラだったら笑うんですけども、まあ本当にちょっとね、日本語でやれよって言ったんですけど、ちょっと僕日本語できないんでということで、シェンファーを連れてきました。シェンムー 1&2 はですね、国内は PS4 で、こちらも2018年度中に発売を予定しております。どうぞご期待ください。